ノクさん、お疲れ様です。暗号通貨の規制、本当に迷惑ですよね。もともと暗号通貨ってのは、税金を回避する方法として、生まれたっていうところもあったのかな、噂になったってところもあったのかなと思いましたけども、こうもね、妙な税制が妙なタイミングに来るとはね。暗号通貨が値上がりして2017年でしたかね、慌てて暗号通貨の税制が決まって、それまでに利確した人っていうのも訴求してですね、遡って取り締まる、もしくは課税するって形だったんで、多くのね、2017年に生まれた送り人って言われた人たちは翌年の課税に苦しんで破産したりね、してしまったらしいんですよ。で、こういうふうなね、後出しじゃんけん的なやり方で国益を損なって国民をどんどん投資恐怖症に追い込んでしまうとかね、全くいいことないですよ。それから税理士さんとか税務署さんも、非常に戸惑って今でも困ってるっていうのをよく聞きます。というのが、金融庁は大筋で課税するよとかね、パーセンテージはこうだよって決めたけども、じゃあ実際どういうケースと何が暗号通貨なのか、この定義がね、非常に曖昧なんですよ。ビットコインは疑いもなく暗号通貨の概念を持ってると思いますけども、そもそもね、中央集権なのか、それとも分散型なのかっていうことについても議論が分かれるところですし、それからね、暗号通貨っていわゆる人が作れるわけじゃないですか。じゃあどの仕組みを使って、どのブロックチェーンの技術を使って作ったのが暗号通貨で、どの暗号通貨が自称暗号通貨で通貨の代替としては認められないっていうこと、これ分かんないんですよね。なんとなく雰囲気でビットコインとかイーサリアムとかリップルはこれ暗号通貨ねみたいな分類になってるとは思いますけども、はっきり言って明確じゃないんですよ。だから例えばね、ブルーチップコインみたいなのをオリジナルで作ってシャレみたいにやってたら、なんか知んないけど売れちゃった、値上がりしちゃったみたいなのも、これも暗号通貨ねって指定される可能性もあるし、出来高が少なかったら暗号通貨とも言えないねっていうふうに、これ誰がどう線引きするのか全く分かんないんですよね。主要コインで結構で出来高があったり、取引普段からされてるのは、それなりに通貨に準ずるものとして暗号通貨の規制を受けるんでしょうかね、税制とかを。でも500位とか1000位とかね、ランキングでそういうものになってくると、どうなんですかね。例えば値上がりしたものを決済したところで、どういうふうになるんでしょうかね。だってその暗号通貨は、この銘柄は暗号通貨ですよっていうふうな一覧表でもあれば話は違うんですけども、もう今のところ見たことないんですよね、それはね。だからなんか空気っていうかね、国税がこれは暗号通貨ですよ、税金の対象ですよっていうふうに何の根拠もなく言って、雰囲気で、で取り締まられた方も暗号通貨なんだろうなっていうふうに雰囲気で解釈するみたいなね。じゃあこの通貨が暗号通貨だってっていう風な証明はどういう風にするんですかって聞かれた時に、多分誰も答えられないんですよね。いや、これコイン月光のランキングに載ってるからみたいなね。いや、コイン月光が勝手に採用してるだけで、これ暗号通貨じゃない可能性あるじゃないですかみたいなね。ブロックチェーンなんて入ってないかもしれないし、そもそもプログラミングコードが違うかもしれないよと。何なんですかねっていうところですね、私が思うのは。言ってもね、これを言ってもごねてもしょうがないなと思うんで、きちんと納税して決済していこうかと思いますけどね。私はまだゼロ決済でこのまんままだまだ走ります。いってらっしゃい。